ありがとうございます。ありがとうございます。ピースカフェさんにお越しの皆さん、こんにちは。私たちが僕らのスイッチです。まず最初にご紹介させてください。はい、緑色とトウモロキです。ウキちゃんって言ってください。せーの、ウキちゃん。ありがとうございます。はい、水色担当皆さん、モクモです。モクモって呼んでください。せーの、モクモ。はい、黄色担当かわいはなです。はなちゃんって呼んでください。せーの、はなちゃん。はい、赤色担当高梨泉です。泉って呼んでください。せーの、泉。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はクリスマスライブということで、僕らのスイッチ一人一人、クリスマスに欲しいものを言っていきたいと思います。うきちゃんから。はい、私は推しのライブに全通できるほどの資金力が欲しいです。1月10日までに木物70枚のレポートを全部終わらせてくれる人が欲しいです。はい、かわいはなは、あの家政婦欲しいです。家の掃除してくれる。私は高性能な加湿器が欲しいです。なんか牧水さ、全部手に入らなそうなものじゃない？泉ちゃん以外ね。手に届きにくいものばっかりですけど、まあ、こんな感じの僕らのスイッチというグループで福岡で活動しております。これから後半戦いきたいと思うんですけど、皆さんまだまだ盛り上がっていきましょう。それでは聞いてください。レール、やった。
らのスイッチライブこれで終了となるんですが、最後に、僕らのスイッチから告知をさせてください。2月13日に1周年を迎えるのですが、福岡のビートステーションさんで1周年ワンマンライブを開催させていただくことになりました。2月13日デビューにちなんで213人の動員を目標としているので、皆さんぜひ足を運んでいただけると嬉しいです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、そして12月31日大晦日にドラムロゴスさんにて博多紅白歌合戦というイベントに出演させていただくことが決定いたしました。こちらも本日手売りチケットを持ってきているので、よかったら特典会中に僕らのスイッチのところまで手売りチケット買いに来てくれたら嬉しいです。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。そして明日26日はテリモフィーネ広島店さんの18時から22時ナイトタイムでお給仕します。久しぶりにボックスリカフェを広島店ですることになったので、皆さんよかったら遊びに来てください。そして27日と28日は TIF に出演させていただくので、そちらの方もよろしくお願いします。それでは以上、私たちが僕らのスイッチでした。ありがとうございました。